はい、ということで、梶浦選手、そして安田選手来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。噛んだという話ですけど。はい、あの、本松がその、あれね。うん、あの、はい、さっきで。新体制発表の。緊張した。緊張した。緊張した。緊張はしましたけど、まあ、なんか、良かったです。良かった。良かったです。まあ、でもこういうね、体験できるって、まず、ね、最初で最後だからね、新体制、新加入ね。ある意味、いろいろ良かったです。おー、面白いね、そういう感覚っていうのは。確かに。なんか、年上がっていったら堂々としてそうだけど。確かに。堂々としたけど、噛んじゃったんだ。いや、最初だけです。いや、ちゃんと、くれるんですけど。はい、さっきも話して、ね、したけど、これ、ずっと残るから。ね、これが10年後とかにね、当時のことってなったら。え、あ、そうか、なんて話がみんなしてるからいいか。うん、え、もう一回、なんて話したの、何を話したの。自分のプレーの特徴とか、うん、あとは、まあ、去年出場した時の感想、うん、お互いの思ってるプレーの印象とか、どういう印象あるとか、あとそんなやつ、あとは、これからに向けて、うん、いう気分の意見とか含めて。話した感じですか。それは話したってことか。あれすればあれじゃん、松木、あ、松木君のスクールとかは何、面識はあんの。まあ、少しは、はい、プレミアで試合して、その時話しよくしてたよね、はい、なんかその映像は、うちの動画にも残ってたそうなんですけど、僕、コミュニケーションなんか、まあ、多分昔からしてるだろうしね。どうですか、そういう面、まあ、松木君もそうだし、なんか同世代で、その、ね、レオンがね、記念付き席っていうのがあるけど、3人、どうせ、うん、ね、新加入、高卒で3人って結構すごい、ね、なかなかないですよね。確かに。まあでも、やっぱ今、クリューが結構注目されてるとは思うんですけど、まあ、一番近いところにそういう存在がいるっていうのは、自分たちにとっても、まあ、ライバルというか。うん、一緒に上を目指せる仲間がいるっていうのはすごいありがたいですし、まあ、やっぱ認めるところもたくさんあるんで、まあ、自分も吸収するところたくさんありますし、まあ、そこでなんか高卒で3人で、すごいしのぎを削り合って、うん、なんかチームを FC 東京をこの3人だっていう勢い持てるだろうなとは思います。高卒なんで、ある意味元気もありますし、自分もそうですね、今注目されてるんで、なんか嫌っていうわけじゃないですけど、自分も自分もっていう、そう、ね、まあ、そういう側が、まあ、どんどん出せたっていう部分と、まあ、そう1年目なんで、まあ、積極的にどんどんプレーして、まあ、張り上がっていきたいなと思います。それで俺スカウト2年やってて、うん、要はうちのユースにより外のやつの方がいいんだろって、それを突き詰められるから、うんうん、大丈夫、そいつもうちのユースにいないみたいな、うん、それ本当にそいつとそいつで外部から取った方がいいんでしょ、いいのね、あれ大丈夫みたいな感じで言われるわけよ、うん、ってことはその戦いでもあるわけじゃん。それがさ、外から入ってきた選手が、もちろんクラブとしたら活躍もちろんしてほしいっていう面もあるけど、うん、アカデミー育ちの子たちがやっぱ活躍してくれることが、うん、アカデミーの人たちのさ、うん、思いも背負って、うん、でクラブのそういう思いもっていう意味で言うと、2人をねしっかりとそこに 今ね選手権とかではいうふうにこう注目があるけど、うん、まあ、そこでこう簡単にポジションに譲るとかね、そういう切磋琢磨して、うん、ちゃんとやっていくのは大事かなっていうのは、うん、クラブとしても大事かなと思う。頑張ってほしいけどね、うん、彼とかやっぱあれ場が強いっていうかそういう感じなの。まあ、そうでもやっぱ全員そうです、ね、なんかでもまあ今ああいうタイプってやっぱそんなに多くないじゃないですか、うん、で、うん、確かに、まあやっぱすごいなとは思いますし、ああやって堂々と言えるのは、うん、まあ自分たちにはそれ絶対今はないんで、うん、逆を言えばそれのまあ、おかげで自分たちはまあうまく食い込んでいけるのはあるのかなと思いますし、うん、うまく、なんかライバルでやっていきたいなとはすごい思います。でも、うんうん、なんかちゃんと喋れるね。知ってる、そう、ちゃんとしてる。本当に普段の高校生らしくバカバカしてます。ああ、まあ、ね、いやでもなんかちゃんとこう、なんつうの、そういうちゃんと言えるんだよ、うん、今の子ってね、うん、いつの子ってね、ゆうさん
何年前ですか。今のことちゃんと言うんです。誰がユースの時に襲われるの。ちゃんとなんか話せよお前らって一人ずつちゃんと一応キャプテンはやってたんで喋、る機会がそういうのであったりとかしてたんです。ちょっとずつ。ああ、そうか。自分はすごいね。普通なんだよ、お前のこと。俺こんな喋れる自信ねえな。振られてちゃんとしろとしか言われてない。そうなんだ。中さんにしてもそうだし、岡原さんとか、うん、まあ、今まで指導してたね、うん、方たちに、うん、そういった岡川の時叩き込まれました。あ、そうだし、もっさんもそうだし、もう岡原さんも、うん、そうだね、ちょうどね、両方だもんね。なるほどね。あ、定型台本には昇格してからここまではどんなことを意識して取り組んできましたかっていうのがあったけど、なかったの。評価が決まって、まあ、うん、俺もプロだみたいな、何が足んないんだとか、これ伸ばそうみたいに取り組んできたことがあるの。自分はめちゃくちゃ怪我多かったんで、正直今年もちゃんとできてないっていうか、うん、去年もずっと怪我してたんで、うん、でもそういう体作りの部分では特に意識 してて、うん、あとはまあ、決定的な仕事が自分足りないんで、そこはまあ、最後の方特に意識してやってました。自分はまあ、そこまではそんなに、まあ、J3 とかも出てたわけじゃないんで、そんな感じではなかったんですけど、やっぱ見られる目とかも変わってくるなとは思ってましたし、トップの方に行った時も、まあ、見られる目も変わりますし、やっぱプレーの、質とか強度も全然違うんで、まあ、全て一から見直さないといけないなっていうのを思った瞬間だったですね、それは。はい、2人仲いいね、やっぱり。なんかさ、テンポが上手くない。そうですね。ああ、こいつもいい気持ちが、自分の気はみたいな。あぶんのなんか補正があります。仲いいの、普段から。まあ、はい。ああ、そうなんだ。自分は寮、今年から始めたんですけど、うん、ちょうど昨日から帰って、夜ご飯とか初めてだったんですけど、俺がいることがまず慣れないっていう量で、なるほど、なので、なんか合宿みたいな感じで話をしてて、量綺麗でしょ。まあ、はい、2人ではすごい快適。あ、そうか、今までだったら2人だもんね。そうです。ああ、そうか、快適一緒、絶対。めちゃくちゃいいです。自分は2人部屋を知らないんで。あ、そうだよね、いきなり1人ってことだもんね。俺、何回掃除行ったか。あ、そっかそっか、あの新しいところ。ああ、練習生とか来たってのは掃除ね。そういうやつやってたよ。やってましたね、そういえばね。めっちゃやってたから、俺。はい、今そんなのどういう意味だけど。そうか。なんか聞きたいことある。聞きたいことですか。いや、なんかやっぱりそのね、さっきのね、クリフの話じゃないけど、やっぱ、アカデミーに育ったプライドってあると思うんだけど、その今までこう積み重ねてきたプライドっていうのは、どのようにその、このクラブの中で伝えていきたいというか、一番見えるのは結果なんで、うんうん、まあ、そこで、まあ、ファン、サポーターに見せれたなっていう部分が大きいですし、まあ、あとは、まあ、他にも家族とか、うん、まあ、いろいろ関わってきてくれた人にも、うん、どんどん、まあ、言葉でもしっかりなんていうんですか、言葉に出して、うん、まあ、チーム名言ったり、その人の名前出したりとか、うん、まあ、そういうので伝えればいいかなって思います。もうそういう感覚は、ほらね、皆さん、こちら石川県から聞いて、ね、中学からね、なんでそういう感覚は非常に強いのかなっていう、まあ、それってすごいプロでピッチの上に立つ上での価値ってすごいそこにあると思うし、たくさんの人に応援してもらう、それをちゃんと感謝に伝えるっていうのはすごい大事だと思うんで、ぜひその姿見たいなっていうと、どうですか。自分はもうここまでアドバンスからずっと FC 東京で来てたんで、うん、本当に FC 東京の選手になるにつれて FC 東京としての恥じないプレーだったり言動だったりっていうのを毎回意識してやるのもプロの仕事だと思うので、全ての人に感謝して、FC 東京に強く愛されるチームっていうのを体現できるように、していきたいと思います。なるほど、しっかりしてますよね。しっかりしてる。ある意味もうね、プロにはなったけどそこがもうあるじゃないですか、エースとして、うんうん、なんで、ね、逆に言えば新しくね、今日もさ、木本もそうだし、山下選手来てくれたけど、FC 東京には初めて来るわけじゃん。そうです。で、もともと俺ら知ってるぜって感じじゃん、もう FC 東京のことは。逆にね、そういうこう、ものを FC 東京ってこうだよってことをさ、なんか
伝えていけたりとか、もちろん年齢は違うけど、そういう存在でやっぱり育成から出身で上がってくる選手たちにはなんか中心でやってほしいなっていう気持ちがすごいあるんで、まあ、それをみんな見てますしね。そうだ、うん、練習参加とかももちろんしてるんでしょ。結構そうですね、去年の何回か、うん、試合もね、はい、あ、ここはなんか通用するわみたいなのあった、うん、ここの字いけちゃうかもみたいな、ちょろいかもしれない。そんな大きくない。ちょろい。あれ意外とこいつらちょろいかもしれない。ここに関してはね、なかった。まあ、その前でそれは言ってたんだけど、ここはまあ、立ち打ち、まあ、するべきとこだなとか、ここはこう、競い合えるかもとか。でも自分は、そんななんか通用したっていうイメージが全然なくて、ところどころ、あのできんじゃんみたいな時はありましたけど、やっぱ実際試合出てみて練習はできてたりしたことがやっぱプレースピードユースと全然違うじゃないですか。そこがやっぱ全然追いついてなくて、でそのルヴァンカップも大分戦途中から出させてもらって、まあ後半の頭から出たんですけど、終わったらまあ3月になったら全然やっぱ足りないんだなって感じでした。緊張とかもあるだろうけど、で練習中だと逆にさ、まあ、ある意味リラックスっていうか、の時で言うと、まあ、こういうプレーは通用するかもみたいなとか。自分は結構、まあ、駆け引きとか、そういう動き出しとかはまあ得意なんで、そういう部分では、まあ、相手剥がしたりとか、まあ、寄せてきたのを剥がして、ターンしてとか、そういう部分は結構通用してるっていうのは。まあ、それをじゃあこの場に書いて、はい、まあ、課題も埋めてってみたいな感じ、はい、自分も同じで、最初は全然通用しなくて、もうこれがプロなんだっていうのをすごい感じてて、最初は何もできなかったんですけど、まあ、あの練習試合とか少しやっていくうちに、慣れてくる部分があって、自分は予測と、まあ、そこがすごい武器だと思ってて、そこはボランチで、結構通用したんで、まあ、そこからボランチでインターセプトとかしてから、攻撃につなげるプレーだったりっていうのを、もっとプラスで次はステップアップとしてやっていきたいです。なるほど。今でもさ、ユース上がりでさ、はい、要はグイグイ入っている人っていたっけ、ユース上がりで、あの高校卒業して、例えばさ、やっぱ3年以内とかにもうほぼさ、うん、やっぱもう20歳ぐらいの時にはもうさ、うん、もう背負ってほしいじゃん、うん、クラブとしたら、うん、そんぐらいの選手って言い切れるぐらいじゃなくない、うん、いなくない。そうですね、そういう部分で言うと確かにイメージある、うん、こういう選手だ、こうユースからね、こういう選手を覚えていかないと。海外ではでも20歳ぐらいの選手がもうさ、うん、要はもうリーダーっていうか、そのもう中心にいたりするわけじゃん。で、クラブでそうやってこう成長してきた選手たちが、なんだろう、ユースだから僕らそのまま上がって、なんとなくそう、FC 東京の選手ですって言ってたら、多分その終わっちゃうって言ってたもんね。そこからもう初めてなった瞬間からもう競争で、3年後にはそのなんかもう、中心にいてほしいっていうぐらいな気持ちでいるからっていう、俺はただ願いなんだけど。本当にっていう、そう。そうですね、海外見るとやっぱ自分も今の16、17でフル代表とか入ってる選手もいますし、うん、そうやって広く見ると全然、まあそうなんだなと思って。だからもう18は若手ですけど、若手じゃないんだな、うんうん。なんかみんなユースだからプロになりたいって言った分、下のアカデミーからずっとやって、なった瞬間にもしかしたらちょっと休んじゃうことが多いのかなって思っちゃうけど、そのなったことに対して満足しちゃうみたいな、じゃなくてそこからもう次の沖縄のキャンプからちゃんと俺ポジション取りに行くからねって やんないと、多分それがなんだろうな、自分の力になっていかないっていうか、とりあえずだってまだ18だしってやってたら多分遅くて、うん、そこからもうやってほしいなっていうのが、そうですね、そう、アクレミの人たちがそれを指導して、コーチとかと話してもさ、うんうん、そういうの2人が活躍してくれることで、うん、アカデミーのコーチとか指導者の人たちがさ、報われる部分、うん、評価される部分もあるし、うん、まあ、そんなのもあると、
でもマジ頑張ってる。結局マジ頑張ってる。まあでもなんかあれですよね。やっぱりガツガツ、うん、なんていうの、さっきの若さって話であったけど、やっぱそのね、エネルギーをもういかにピッチの上でやっぱ表現していくかだから、ひよ貧乏にならずに、うん、いやもうやっちゃえ、どんどんやってアピールして、失うもん何もないし、とにかくチャレンジ、うん、っていうのはね、もう明日からまた練習が始まるわけだから、いろんな覚悟があると思いますけど、最後にね、今日見てくれてる、はい、ファンサポーターに、まあ、今の思いだったりこれからの思いをぜひメッセージで、ハム、ハム、うん、まあ明日から、まあ、練習がスタートするんで、まあ自分はまだ18なんで、積極的にプレーして、本当にスタメン取る勢いでプレーしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。自分も、先輩とかに臆することなく遠慮しないでガツガツいって、FC東京を背負える選手に、なりたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、ということで、安田選手、梶原選手来ていただきました。明日からまた頑張ってください。ありがとうございました。